このスバ。さあいらっしゃい。にゃんとも可愛い猫耳みこがたっぷりサービスしてくれるにゃん。こんな店ができたなんて聞いてないな。地元民も知らないなんて、なんだかちょっと怪しい気が。とにかく入ってみるにゃ。ささあご案内。いらっしゃいませ。お待ちしてましたにゃ。おお、なんだあのご神体と似たありがたい姿は。あの変わった語尾といい、見慣れない服といい、なぜか胸が高鳴る。どうやら新人研修の効果が出てるみたいだな。お待たせしましたにゃ。お客様のご注文を聞かせてほしいにゃ。おすすめはお団子セットにゃ。こちらご注文のお抹茶にゃ。キャー、机がびしょびしょに。ごめんなさいごめんなさい。ちょっと抜けてる感じがまたよし。守ってあげたくなるような、支えてあげたくなるような。申し訳ありません、お客様。責めるなら私を。さあだー、お前が出てくるとややこしいだろ。私もう疲れちゃったにゃ。ご主人様、自分で料理取りに行ってくれない。くわー、このなかなか思い通りにならない気まぐれさはまさしく猫。計算通り。本当私、なんでこんなことまでしてるんだろう。全メニューを制覇しなくては。すみません、注文お願いします。はい、ご主人様、すぐに伺いますにゃ。調理が終わったぞ、持って行ってくれ。ダクネスってば、厨房係もだいぶ様になってるね。作るレシピが決まっているからな。回数をこなせば慣れるものだ。クリスこそなんだか楽しそうじゃないか。もうここまで来たらやるしかないって感じかな。どうせなら楽しんだ方がいいしさ。兄ちゃん、これ本当に全部食べていいの？ええ、ダクネスの試作品ですからね。味は悪くないですし、お腹いっぱい食べてください。ちょっとめぐみ、あんたも手伝ってよ。手伝いたいのは山々なのですが、どうも衣装の用意が間に合わなかったらしくてですね。その分みんなの働きをしっかり監督しますよ。カズマ曰くマネージャーという役割だそうです。姉ちゃんかっこいい。もうこのお店本当に大丈夫なのかしら。はい、追加料金で猫耳みこたちと撮影会ができますよ。窓カメラでお気に入りのことの一枚いかがですか。お願いします。いらっしゃいませにゃ。ただいま満席でして、あちらにお名前を書いて少々お待ちくださいにゃ。ご神体と同じ耳をお持ちし、宿命の給仕たちよ、我に力を。くー、猫耳最高、金がなくなるまで通うぞ。満員御礼。コウマ族からも外の客からも評判がいいな。クエストなんかよりもよっぽど稼げるんじゃないか。私いつまでも手伝わないからね。カズマ、予想以上に材料の減りが早くてな。今ある分で足りるかどうか。それなら急いで買い出しに。カズマ、大変です。今度はなんだ。外に大きい岩がいる。大きい岩？まさかこのタイミングで。このスバ